どうも、ブヒケンです、おはようございます。まあ、おはようございますってもう午後ですけどね本日は日曜日ですね。昨日に続いて天気はあんまり良くないです。さっきね、ちょっとウォーキングしてきたんですけどね、ポツポツ来てる、本日もね、作業という作業がないので優しくボケっとしたまったりとした時間を過ごせるので、いろいろね、ちょっとやっておりました虚しい。作業動画がね、目当てで私の動画を見ていただいている方には誠に申し訳ないんですがね、当分作業動画がパーツが届くまで出せないという感じになっておりますのでね、ちょっとこういう汚いおっさんがくっちゃべってる動画にね、お付き合いしていただけるとね、ありがたいと思っておりますそんな感じでね、本日もね、視聴者様のね、お言葉のご紹介の動画をね、ちょっと今から撮りたいと思います。視聴者の皆様、いつもいつも、書き込みとかね、励ましのお言葉とかいろいろ書いてくださって、本当にありがとうございます。感謝しております。日々ね、いろんなことに負けないように、頑張っていこうと思っておりますので今日もね、最後までご視聴していただけるとありがたいなと思っております。それではまた順番通りにちょっとね、行かせていただきます。竹尾 SS さん、こんにちは、ストリートスライダーズの曲で、ギグを始めようぜって歌詞があったのを、急に思い出しました。あ、スライダーズですか。懐かしいですね。結構あれですよね、こう同年代の方たちだと、やっぱり当時聴いてたとか、まあ今でもね、聴くといいですけどね、いろいろこう、やっぱ好きなのはありますよね。皆さん何好きです私はね、結構ね、今でも時々聞くの、まあ、いっぱいあるんですけど、めちゃめちゃいっぱいあるんですけど、やっぱり。今でもちょっとね、好きなのがね、ルースターズとかですね。ルースターズのね、ロジー。ロジーって曲があるんだけど、まあ、他にもいっぱい曲あるんだけど、そのロジーって曲がね、なんかさ、古いアメ車ばっかりいじくってるじゃん。で、思い通りにならないことって結構多いじゃんね。そうするとね、あの曲がボーンって浮かんでくんのよ。なんかね、そんな感じね。皆さんもね、なんかね、俺こういうの好きだよとかね、あったらね、教えていただけるとね、嬉しいです。大体似てると思いますけどね、皆さんが言うのとかね。いやね、お言葉ありがとうございます。ガークレイジーさん、クーちゃん誤調かわいすぎますね。私が UFO 見たのは夕方の西の空でしたよ、と、参考までに。夕方の西の空か。なんで僕は UFO 見れないんでしょうね。わかんないよね。もう実はさ、飛んでるんだけどさ、たまたま僕の視線がそこにこう行ってないだけかもしんないよね。見たいな、 UFO 見たいな、会ってみてえな、宇宙人。いや、会ったら怖いかね。で、あともう一本ね、いただいてるんですが、ウッドベース弾いてる写真は若い頃のブライアン・セッツァみたいでいいっすね、と。私の世代はロカビリー知らない人の方が多くて、バンドしてた頃にやりたいって言ってたんですが、却下でした、と。過去動画、ちらほら見てますよ、と。私昨日からコロナになりまして、と。すごく時間あるので、過去のブヒケンさんに元気もらいながら過ごそうと。コロナになっちゃったんですか。多いね。また増えてきたな、コロナになったとか。いや、この間までそうだったんだよってやつとかね、結構いるんですよ。まあ、ちょっと、ね、お家でおとなしくね、していて、するしかないですもんね、コロナじゃね。まあ、昔のコロナみたいにすぐ重症化しちゃったりしないらしいからね、その辺だけでもいいのかなとは思うんだけど、まあ、それでもね、重症化してね、亡くなっちゃう方もいっぱいいるのでね、気をつけてください、本当に。はい。あ、それと、あと、ブライアン・セッツァーみたいでって嬉しいですね。ありがとうございます。知ってる方いると思う。まあ、最近の人っちゃ知らないかな。昔、ストレイ・キャッツっていうのがあってね、そこの、ギターボーカルだった人がブライアン・セッツァーっつって。で、ドラムの人がスリム・ジム・ファントムっつってね、ベースがリー・ロッカーって人だったんだけどね。絶大な人気をほど誇ってましたよね。ロカビリーとかが好きな、ね、世代にはさ。まあもう、ブライアンだけでも来日したこともあるしね、ストレイキャッツとして来たこともね、やっぱありますもんね。いや、今聴いてもかっこいいですよね。ストレイキャッツとかは。いや、お言葉ありがとうございます。ミスターノルディックさん、クーちゃん誤調、ブヒケン隊長、調査お疲れ様です。次回も楽しみです。もう一つ、ブライアン、ブライアン・セッツァバリのリーゼント、かっちょいいと。
ブリケンさんの CD 真面目に欲しいです、いいねで買いますよ、よろしくお願いしますってあげますよ、そんなの買わなくていいですよ、わざわざここに来てくれたらねいや、お言葉ありがとうございます、うん、嬉しいです。HM さん、ヘイブラザー、お疲れっす。自分も夜は野菜中心で週一チートデーでラーメンが楽しみなんです。あー、ラーメン美味しいよね。自分はおっぱいよりお尻好きです。お尻もいいよね。わかりますわかります、ねクリアーっつってありがとうございます。CIB さん、ブヒケンさん、自分が聞いた話ではパンクロックバンド系の方々の髪型は食用ゼラチンで固めてるって聞きましたねって。あれ、最近の人たちってそれで固めてるんだ。固まるだろうね、でもね。そうか。今週の写真も気合いの入った一枚ですね。かっこいいっすって、もうね、もう30年も前のね写真なんですけどね、ずっと昔ねやってたバンドの写真っていうのがめちゃめちゃいっぱいあるんですよそういうのって捨てれないよね、思い出だもんでさ。でも見るとさ、嫌なこととかも思い出しちゃうもんでさ、なるべく見ないようにしてるんだけどねいやいやいや、お言葉ありがとうございます。はい、それでね、おそさん、いつもありがとうございます。あのおそさん、結構長い長文でそのご自分が体験したお話を昨日ね、あの書き込みで投稿してくれてたんですよ。で、昨日僕もね一回ねチラッてそれ見たのね。で、あー、やっと書いてくれたなんて思ってて、で夜2階に行ってさ見ようなんてやったら消えてんのよ。うん。で、まあおそさんそういうのを書いてくれてるんだけど、あの、お、今はまだ残ってるぞ、お払いが効いたのかとかって、それ多分まだ昨日の段階で残ってた時ですよね。でも消されちゃってんだよな、 YouTube の方から。なんでか知らないんだけどさ、結構 YouTuber さんの中にはそういう YouTuber さんもいるじゃんね、心霊とか怖い話とかをさメインに出してる人とかで、書き込みもそういうの来てるのとか俺も見たことあるけどさ、なんでおそさん、僕のとこに来るおそさんのやつだけそうやって消されちゃうんでしょうね。不思議だな。いや、もしかしたらさ、もしかしたらよ、おそさんほら、本当に、なんかそういうの持ってるみたいだからさ、YouTube 側でさ、やべえこれ本物だっつってこうねえ削除してる可能性もあるよね。信じるか信じないかはあなた次第いやでもね、ちょっとおそさんね、チラッとしか僕昨日見なかったんだけど、どうも書いてくれても消されちゃうみたいだからね、後でちょっとおそさん、僕のあのメールアドレス入れとくんで、もしね、よかったらそこに書き込んでそっちへ送ってくれませんかね。で、僕それプリントアウトしてこうやって読みますよ。僕もちょっとね、すごい昨日気になってて、うわ夜読もうなんて思ってたんだけどね、残念です。多分 YouTube 側が何か判断してこう削除してると思うんだけどさ、あ、残念ですね。ちょっと本当にね読みたかった。いや、おそさんありがとうございます。はい、後でちょっとアドレス送ります。ハムハムさん、V ケンさん、最後の写真は若い、髪型も似合ってます。今の方が素敵ですけど、左下に時々クーちゃんのお耳が見えて可愛かったと、少しクーちゃんのお耳を塞ぎたくなるような話もありましたが、今日も楽しかったです。そうなんです、ハムハムさん女性の方なのでね、すいません、いつも下品なお話とかお話ししちゃって。じゃあ僕が話したいわけじゃないんですよ、聞きたいっていう方がいるもんで、ついつい言っちゃうんです。はい本当すみません。でもね、男はそういう話が好きなんですよ。申し訳ないですねイーちゃんさん、ギグ懐かしい響き、今はなんだギグってそうだよねスラッピンベースかっちょいいって、いや、ありがとうございます。あ、おいで、またおそさんがね、お疲れ様です、ゾッとする話をコメントすると YouTube から消されちゃうんですよねと、下ネタとかじゃないのに、不思議だよね。だからさ、さっきも言ったけど、 YouTuber 側でさ、YouTube 側でさ、本物だっていう感じのやつはさ削除するんだろうね。なんかほら、こんなだけ科学が発達してる世界だけどさ、これだけ世界的な規模を誇ってるものじゃんね YouTube ってさ。だからさ、そういうのもさ、いろいろこうね、
あるのかもしれないよね。実はそのスタッフの中にそういうやつがいてさ、これは本物だとかさ、わかんない、 AI が判断してるのかもしれないけどね。いや本当ありがとうございます。ブコさん、あお久しぶりでございます。結構前はよくくれたような思いがあるんだけど、ブコさん、タトゥー入れ墨の話をお願いします。聞きたいですかそんな話。タトゥーとか入れ墨の何のお話を聞きたいんでしょう。いやね、お言葉ありがとうございます。4273、お疲れ様です。ブヒケンさんが、大好き、我が娘もコロナ陽性になりました。おお、発熱、喉の痛みにもがいております。ちなみに私は1976年生まれです。昭和で言えば 50s でした。1976年生まれですか。全然お若いじゃないですか。そうかそうか、全然若いですね。俺と同じぐらいかと思ってた。いや、お言葉ありがとうございます。子供さんちょっと大変ですね。うん、なんか、まあ、大変って言ってもね、何もできないですもんね、コロナとかじゃ。ブヒケンさんが大好きな我が娘も、あ、コロナ陽性。いや、嬉しいですね。子供さんにそうやって言っていただけるとちょっと嬉しいですね。うん。でもちょっとかわいそうですね。やっぱりね、子供さんだとね、大人だったらね、ね、いろいろこうね、あれだけど、子供さんがそういうのになるとちょっとね、かわいそうですね。まあ、そういうのしか言えないですけどね、4273。まあ、ちょっと、なるべく安静にしていただいてね。はい、ありがとうございます。ハムハムさん、クーちゃんの緊張感がこちらにも伝わってきました。調査隊員の皆様、任務頑張ってください。応援しております。ありがとうございます。はい。ブイケンさん、声を、ナナミミさん、ブイケンさん、声を出して笑ってみてるのは私だけでしょうか。受けちゃいますと。ブイケン隊長とクーちゃん校長の UFO スペシャルのお話ですね。いやー、残念でした。いいところまでちょっと行けたんですがね。まあ、聞き込み調査も行いまして、あの動画の最後に、ね、あの予告編も出したんですがね。まあ、現場に着いてすぐね、もう政府のヘリが僕たちを監視するように、頭上でホバリングを開始したんですよ。まあ、それをね、走りながら逃げながら隠れながらちょっとね、なんとかかわしましてね、地道な調査を続けていたんですがね。相手側のね、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイド J3 が一瞬パッて来たもんで見えたんですけどね、まあ、よく見たら近所のおじいさんだったんですけどね、まあ、なかなかそういうのもね、いろいろ邪魔が入ってね、難しい感じの調査になっちゃいました。はい。まあ、でもね、有力な調査を見つけて、あの後ちょっとね、秘密基地の場所までね、たどり着けたのでね、まあ、第3弾ではね、その秘密基地の調査動画をまたちょっとね、出したいと思うんですけどね。まあ、あれもね、ちょっとね、またコンタクトというヒューマノイドがね、いっぱいちょっと来てましてね、隠れるのに必死でした。はい。いや、またね、皆さんお楽しみに。はい。ほんと申し訳ありません。4273、お疲れ様です。隊長5長、秘密基地気になります。くれぐれも政府機関には気をつけて、はい、気をつけていってまいります。ブヒケンさん、なんですって秘密基地ですかと。第3弾も楽しみです。間違いなくグッドボタンです。ありがとうございます。ありがとうございます。その後、立川さん、ブヒケンダベ、クーちゃんワクワク、 UFO ワーイと、ありがとうございます。イーちゃんさん、もう政府の監視が現れましたか。一般市民に紛れて監視を強化してるかもしれないので、くれぐれも気をつけてくださいと。私も林県の調査発見できるよう頑張りますと。そうですね、まあ危険はね、ああいうのはすごくつきものだとは思うんですがね。だけどね、そういうのにはやっぱ負けないで、私たちもやはり調査に力を入れなければならないと思っておりますのでね。皆さん有益な情報とかあったらね、ぜひ私のところまでくださるとね、ありがたいと思っております。はい。ね、本日の書き込みはこのぐらいですかね。皆様ね、いつもいつも書き込み本当ね、何回も言いますがありがとうございます。はい。いつもいつも楽しみに読まさせていただいております。あと、くだらない動画にもね、書き込みくださって、皆さん本当優しい目で見ていただいてますね。ありがとうございます。あとちょっと関係ない話なんですけど、この前菊芋っていうのが、その糖尿の血糖値を下げるのにすごくいいですよ、なんて教えていただいてね、僕もちょっと調べたんですよ。
本当は YouTube にも結構いっぱい出てて、なんか多摩川の土手でなんかなってるのをこう撮ってる人とかもいますね。でなんか天然のインシュリンが中にあの成分として入ってるみたいで、すごく体にいいらしいんですよ。んでまあスーパーではやっぱり売ってないもんで、明日ねちょっとねあのどっかに生えてねえかなと思ってああそれも探しに行こうと思っております。あれでもなんか YouTube で見たんだけど、外来種のやつらしくて、なんで多摩川にそれがあるんだろうね。誰かが植えたのかな。多摩川にあるくらいだから静岡にもあるよねきっとね。探しはね、ちょっと探してみよう。いや、有益な情報ありがとうございました。